カルトブーイエイ。はい、ということで今回はヨッサダムという千葉県の心霊スポットに来ております。はい、なんか久々ぶりの一人な気がします。ちょっと頑張っていきたいと思います。ここはですね、顔の潰れた老人の霊が出るとか、なぜかわからないが小さい祭壇もあるっていう噂があります。で、心霊現象は吊り橋あたりで起きるって言われてるんですけど、またここもいろいろあるのかな、わかんないですけど、ここら辺一帯で心霊現象を起きてる人もいるらしいので、ちょっとそこもまた見ていけたらなと思います。じゃあ早速行きたいと思います。なんでこんだけ赤い橋って珍しくないですか。なんて言うんだろう、でも橋大抵赤くないままで行って、確かに向こうさんが言ってた橋も赤かったですもんね。あれ湖にかかってたんですか。看板がね立ってます。傾いちゃってますね。どこに入らないでなんでしょうね。確かにこの扉の奥ですかね。手前にもある、この位置で言うとやっぱりこの湖、めっちゃ高いな。あ、ここはまだなんかセーフまだ陸地があります。ほとんどここに入らない。今なんか誰かいる。ほとんどここに入らない。今なんか看板って肩からませんでした。中からでしょ。いや、これはさすがに入ってるでしょう。え、ちょっと先をちょ、まあ、どうしよう。バケタンしときます。一応化け物の可能性もあるので。また鳴ってるよ。水色だ。大丈夫です。水色です。モーターとかなんかそういうのがあんのかな、動いてる駆動音なのか。確かにありそうですね。そうであってほしい。うわ、もうめっちゃ怖いもんな、さっきの音で。どうやってたの。うわー、高い。ゴーゴーと水の落ちてる音がします。なんかこういうのが人の声に聞こえますよね、本当に。もう一回バケタンしときますか。この真ん中のあたりで。緑です。こっちの方がちょっと危ないのかな。なんか感じ取ってる気がします。一回この橋を自分が。さっきここの写真を一人撮ってたんですよ。で、こっちに長谷川さんと鈴木さんがこうロケハンというか見に来てた時に、なんかもう一人いるような気がして写真撮ったんですよ。そしたらこんな伸びてる写真が撮れました。ブレたのかな。ブレてるだけじゃない。ブレてるだけか。ブレてるだけかと思います。なるほど。まあ、ちょっとね、ドキッとしました、これで。まあ、顔の潰れてるね、幽霊さんが出てしまうということなので、ちょっとね、写真多めで撮っていけたらなと思います。この先にあるんですもんね、その吊り橋というのが。そうです。で、なんかでもマップだと道を教えてくれないんですよ、表示してくれなくて。だからちょっと不安です。本当かなみたいな、あるのかなっていう。行ってみますか。まあ、あるんですもんね、だって噂では。やっぱそっちの方が心霊現象あるらしいんで、ちょっとそっち行きたいなと思います。はい、じゃあちょっとさっきの管理棟みたいなところも気になりますが、はい、先にこの吊り橋の方に向かってみましょう。はい、はい、
ここにも立ち入り禁止ありますね。眩しい。あ、でもここはあれだ、なんか脚立みたいなのがある。これで降りられるのかな。確かにこれは入らないでって書かないと入っちゃう人いそうですね。こっちか、こっち行きたくない、怖いな。また立ち入り、あ、カッパだ、カッパです。カッパ出んのかな、ここ。ちょっとでも湖って何がいるか分かんないですからね。ちょっと行ってみましょう。私の声か、なんか人の話し声聞こえなかった。ちょっと怖いですね、先進むの。あと謎のなんかがあるんですね、小さい。そうです、階段があるっていう噂なんですけど、じゃあちょっとそれも探しつつ参りましょう。カゴがぶら下がってる。鳴いてます。はい、聞こえてます。なんか本当に何匹で鳴いてるの。この辺にあれない。これじゃないですか。あ、これか。入れへん。残念なお知らせですね、通れなくなってます。前は入れたってことだね、きっと。そうですね、ここにを通ってる方の写真も見たことがあったんです。でもそれも何年か前のものだったんで、まあどうかな、ツイッターとかでも検索したんですけど、なかなか見ることができず。写真とじゃあバケタンを撮って、はい、一応スピリットボックス持ってきたんですけど、老人の方いらっしゃるか聞いてみます、後で。それだけ聞いてみましょうか。はい、チーズ。開けた、おじゃ。はい、いきますね。緑、緑です。ちょっと怖いですけどね、ちょっと緑で安心しました。ちょっと老人の方がいるかだけちょっと聞いてみます。こんばんは。こちらに、おじいさま、またはおばあさまいらっしゃいますでしょうか。私、米わらしと申します。こちらにおじいさまとおばあさま、どちらからいらっしゃるでしょうか。ちょっと反応ないですね、今回は。はい、ということで、ちょっと橋を渡ってみたかったんですが、こう閉まってしまっているので、ちょっとこれからどんどんってなってた管理棟なのかな、ちょっとちっちゃいお家のところにもう一回向かいたいなと思います。もしかしたら何かが取れるかもしれないんで、ちょっと気をつけていきたいと思います。こっち戻ってきてからないですね。なった？こうしたなんか聞こえてるのかな。ちょっとこれは解明できそうにないですね。今揺れてませんでした？何が？ドア。ほら。
中からこう、真正面からは気づかなかったけど、ちょっと揺れてますよね。今揺れてます、揺れてます。めっちゃ揺れてます。尋常じゃない揺れ感じたですね。怖っ。はい、ということで豊房ダム行ってまいりました。ちょっとね、小さい祭壇っていう噂があるっていう噂があったんですけど、見つけることができなかったです。ちょっとそれが残念というか、ちょっと見てみたかったなっていうのがあったんですけども、何よりも私がいるこの隣の扉、どんどん言っとるんです。今ね、目が言った通り、本当に中からの風なのかもしれないし、結構揺れる時の勢いがガンってなるんですよ。まあ、風なのかな、わかんないですけど、風なのかな。心霊スポットだからね、そう思っちゃう。心霊のせいだと思っちゃうけど。そうなんです。もうちょっとここも怖かったですし、あと橋もね、ちょっと渡ることができなかったんですけど、まあ、ちょっと雰囲気が本当に怖くて、心霊スポットと言われてしまうだけあったのかなと思います。ただ、バケタンとスピリットボックスは特に反応しなかったので、まあ、一概に幽霊だったのかというとちょっとわかんないですけれども、怖い体験はできたなと思います。はい、ということで、なんか映ったよ、見えたよという方はぜひコメントの方にお願いしますでね、怖い話、写真、怖い写真あるよ、使ってもいいよという方はツイッターにお願いします。ということで、本日は以上になります。ありがとうございました。バイバイ。ちっちゃいお家、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 シルバニアファミリーの家みたいな言い方。確かに。